にちは、ハワイからようこです。今日もレッスン動画いきましょう。ですね、今日やっていくのはですね、チャクラーサナをやっていこうと思いますね。チャクラーサナ一回見せていきますね。どんな形になるかというとですね、これトランジションですね。簡単に言うと後ろでんぐり返しですね。まずは仰向けの状態から、ここから足を頭の向こう側に持ってきて、両手耳にをこいていきますね。ここからくるんと、まあ回るという、こういう形の動きになってきます。このチャクラーサナなんですけどね、やるときにですね、まあまあ条件としてですね、まあできるようになるための条件っていうのもあるんですけど、まあその条件とするところが何かっていうとですね、まずはですね、背骨の柔軟性、このね、丸々っていう柔軟性が必要になってくるんですね。これをまず最初に少し説明していきましょう。これね、チャクラーサナやるときにね、あとはね、首がね、怖いっていう人もいると思うんですよね。これ、肩立ちのポーズとかやってるときに首が痛くなる人っていうのはどういうことかっていうと、もしかしたら、首だけで、こうね、肩立ちだとかね、こうやってね、肩に乗っかったりとかして、お尻をこうやってね、背骨を上に持ち上げるときに、首だけで曲げちゃってることあるんじゃないかなと思うんですね。このときにどうすればいいかって言ったら、胸椎って言いますね。胸の背骨のところでますね、この背骨もね、胸の後ろのとこですね、胸のここのあたりですね、肋骨がくっついてる、ここのあたりの背骨をもうちょっとここですね、丸められるようになってくると、ちょっと楽になってくるんですね。一回見ていきましょうか。じゃあですね、肩立ちのポーズですね、サルバンガーサナで見ていった時なんですけど、こうなった時にね、この胸椎がまっすぐすぎるって分かります？ここがまっすぐすぎると、今ね、結構ここの首のところでね、結構グリッと曲げ、しっかりとここで、なんだろうな、直角に折っちゃってるような形なんですね。そうではなくって、ここよりももう少し胸の後ろを丸めてあげるっていうと、どういう形かっていうと、こうですね、ちょっと手の方にも体重かけますけど、ここの胸の後ろ、ここが少し丸まってきますね。そうしてあげて、頭の向こう側に足を持っていくと、こう背骨がうまく丸まるような形になってきますね。条件としてはここでね、足のつま先がマットの向こう側に、ここにくっつくぐらいの柔軟性があると楽だと思います。ですか？で、ここまでいったら、いいですか？行ったらですね、今度は両手を耳の横に置いていきましょう。ね。そうやって持ってきたら、今丸めてますね。ここのとこ丸まってるでしょ。つま先ついたら、両手耳の横に置いていきます。これね、条件としてはですね、この手をなるべく肩の下に出てくるんですね。ですか？これどういうことかっていうと、このぐるーんって回る時の軸になるところが、この前腕の部分になるんですね。この前腕のところを軸に、お尻の重心になるお尻がくるっと向こう側に動いてくると上手に回転していきます。ですか？なので、その軸が例えば遠いと、もっとお尻向こうに行かなきゃいけなくなりますよね。なので、軸が近いとお尻の回るところがくるんとこの近くで済むと、まあこういう形ですね。じゃあこれもう一回見ていきますよ。ここまで行きましたね。背骨がうまく丸まってますね。ここが重心になるお尻が、この手の肘、いい？ここの手の肘、前腕の部分の、このお尻が、ここから向こうに行ってくれるといいですね。ここのとこで、内ももちょっと使いますよ。今、内ももをね、キュッと締めるようにして、お尻をこっち側に持っていったんですね。で、こういうふうにしてあげると、上手に体が回るようになってきます。で、まあね、最後の最後になりますけどね、あとはね、もう一つはね、肘が開かないとですね、今横からちょっと見たらね、見えなかったかもしれないけど、こうやって両手を置いた時に、ここじゃないですよね、肩の下、ここのところに入れてあげて、この時に肘が開いてしまうと、変な方向ね、こう斜めに床を押すようになってしまうんで、肘を締めてあげると、しっかりとこう、まっすぐにこうやって腕を押せるように、手を押せるようになりますね。そうすると、お尻が返った後ね、この手を押すのは、重心のお尻が、この軸になるね。手があって、肘があって、この向こうに行った後に手を押してあげると、くるんといきます。で、これ、まあ、最後にもう一回見せていきますね。もう一回復習していきますよ。頭の向こう側に足持っていきますね。この時に胸の後ろからね、こうちょっと丸めてあげて、全体的に背骨丸めてあげるといいですね。軸になるとこ、ね、支点となるところが前腕になりますね。この手を置くのを肩の下に置いてあげるとね、軸が近くなってきます。いいですか？今ね、ここのマットでやっていったら、頭の向こう側にこう来ましたよね。軸がこっち側に行くんじゃなくて、なるべくこっちに寄せてあげると。このお尻が向こうに行きたいんだから、軸に近くなるといいですね。それでお尻を
くるんとこう内ももねちょっと締めるような形でくるんと持ってってあげた時にお尻軸が抜けた時に手を押してあげると体が上半身が起こってくるとこういう形ですね。最後に一つ、もう一つはですね、あとね、顔の力抜くといいです。ここでね、首怖いと思って、うんってここがね、顔とかね、首とかに力入れてね、首がキュッてまっすぐになっちゃうから、ここがコロンって回ってくれないんですね。チャクラさんの時ね、見てわかるようにね、コロンって丸まってくれると楽になるんで、首の力なるべく呼吸もしながら、ふわっとこう首の力抜いてやってあげるといいですよ。じゃあ最後にもう一回やってみますね。で、仰向けになりますよ。足を向こう側。丸まっていますね。軸になりますよ。両手は肩の下。軸がなるべくね、この、ま、お尻に近いといいですね。脇締めてますよ。お尻が通ったら、手のひらを押すと。そうすると、体が起き上がってきます。こんな形でやっていきましょう。